岡の観測船で午後1時に警戒水位をおよそ2メートル上回る5メートルに達し、高岡地区の19世帯51人に対して避難。9メートルを超える猛烈な湿気になる上、今は大潮の時期にあたり潮位の変化が大きいことから、高潮に対しても警戒が必要です。台風は速度が